こんばんは、愛香です。今日はケイトの8月1日発売の CC シリーズのリップアイテムをご紹介したいと思います。で、私が購入したのはこちらです。はい、こちらから CC リップオイルの02番、 CC リップクリーム N07 番で、 CC リップクリーム N ティント06番になっています。今回ね、このティントだけが06番のモードピンク一色だったんですが、こちらのねリップクリームとリップオイルはそれぞれあと赤系の色とオレンジ系の色があって、3色展開ずつになっていたかと思います。じゃあ早速ですね、それぞれ色味を見ていきたいと思います。まずですね、ティントタイプですね、色が変わるかもしれないので、こちら一番最初に見ておきたいと思います。はい、06番モードピンク。パッケージで見るとかなりパキッとしたピンクなんですが、出してみると結構透明感のあるピンク色で、ディオールのリップグローの定番色にちょっと似ているのかなという気がしました。今この辺りに塗ってみました。つけた感じはね、ほぼ透明に近いピンクという感じで、うっすらピンクはついているんですけど、このまま唇にのせただけではこうピンク色にね見えなさそうな透明感のあるピンクだなと思いました。これちょっと下唇に塗ってみたいと思います。塗り心地はちょっとこうオイルたっぷりなリップバームって感じですね。スルスル塗れます。こんな感じですね。今下唇だけ塗ったんですけれども、手につけたのを見るとねそんなにピンクじゃないんですが、唇にのせるとねやっぱね薄いピンクのリップを塗ってるなっていうのは分かる感じですね。こんな感じです。はい、次ですね、リップクリームのグレースピンクいきたいと思います。つけるとこんな感じのお色になっています。なんか光の加減によるかと思うんですけれども、ちょっとね暗いところで見ると赤ピンクっぽい感じで、パッケージはね完全にこのコーラルピンクっていう感じで肌なじみ良さそうに見えるんですが、実物はもう少し赤みを感じるかなと思いました。でもねここ塗るとパッケージの色から想像する色の方が近いですね。こんな感じです、コーラル。はい、これ使いやすそうですね。さっきのティントよりはかなり発色しそうな気がします。じゃあこれをですね上唇に塗っていきたいと思います。これやっぱ先端が普通のリップクリームみたいにストレートになっているので、斜めカットの口紅ほどこう塗りやすくはない。普通のリップバームだと多少はみ出てもいいかなと思うのでグリグリ塗るんですけど、これ色がつくやつだとやっぱりはみ出せないので、そういう意味ではこれ斜めカットにしてくれてた方が塗りやすかったと思います。でかなりねそのオイル感を感じるので、どうなんだろう、これリップブラシ出してきて塗るほどでもないと思うんですけどね。でもやっぱはみ出ると色はこれ分かっちゃうと思うので、エッジの部分を使って塗っていった方がいいかと思います。今こちらが、ティントで、こちらがリップクリームの07番になります。画面だとどうですかね、なんかね手元の鏡で見る分にはあんまり色の違いは分からないですね。でティントの方がその手につけてみた時よりかなりこう色のせたなっていう感じがしたので、この07番ね手につけた時にこう結構コーラル強く出たから、もう少しこうはっきりコーラルに発色するかなと思ったんですけど、言われてみれば若干下の方が青みピンクっぽいかなっていう気がする程度ですね。だからこれちょっと離れて人と会ったりとかするとわからないんじゃないかなと思います。このスティックタイプのリップ今2本塗ってみて思ったのは、塗り心地は本当リップバームって感じで滑らかですごい塗りやすいです。なのでこのがっつりね発色する口紅を普段つけないで、こうまあ色付きリップ程度の仕上がりがお好きな方とかはいいんじゃないかなと思います。あとねしっかりお化粧するほどでもなくて、まあ、お家で過ごすとかね、そういう時に、まあ、そのまま普通の無色透明のリップ塗るよりは色ムラとかがね補正されていいんじゃないかなと思います。じゃあ3つ目ですね、こちらのリップオイル開封していきたいと思います。この手のねパッケージ私開けるの苦手、全然開かないんですよ。はい、出ました。はい、こんな感じです。最近なんかケイトネイルも出してたと思うんですけど、ネイルは確かこれよりちょっと細めなボトルで、なんか売り場買って通っただけだとなんかネイルホリックの売り場かなっていう感じのビジュアルだったような気がします。はい、なんかねシンプルで割と可愛いですよね。この形開けるとスポンジチップになっています。でチップの長さと大きさはこんな感じです。斜めになっています。手につけるとこんな感じです。こちらからティントタイプ、こちらがリップクリームの07番、こちらがリップオイルの02番です。これはまあまあ見た感じのイメージそのものっていう感じですね。こうやって見るとね、なんかあのリキュールネイルっぽい感じに見えるんですけれども、実際つけると本当に透明感のあるピンクっていう感じで、ピンクの系統としては赤みを感じるピンクかなと思います。でちょっと今時間が経ったんですけど、どうですかね、なんか手元の鏡で見る感じだと、この下のね、ティント
トの方が若干なんかこうピンク味が強くなってきたような気がしないでもないです。手元のピンクも最初よりちょっと濃くなったような気がしないでもないんですけど、なんだろう、なんかちょっとこうティントだし色変わるかなとか思ってるせいでそういう風に見えてるだけかも。だから誤差範囲って感じですね。こちらのリップオイルですね、下唇の方にちょっと重ねてみたいと思います。はい、こんな感じです。どうですかね。なんかね、しっかりツルッとはしてくれてるんですけど、もっとね、あのグロス的にプルッて仕上がるかなと思ったので、ボリュームアップ感はあんまり感じないかなと思います。本当にツヤ感がプラスされたかなという仕上がりだと思います。じゃあちょっとね、これ下はティントなので落ちないかもしれないので、上をオフしてこちらのねリップオイル単体でつけてみたいと思います。今ですね、下がティントとリップオイルを重ねた状態で、上がリップオイル単体になります。こんな感じです。これはですね、今手元の鏡で見る感じかなり差を感じてるんですけども、この色味っていうよりはですね、でもこれですね、ティントによるピンクはね、かなりやっぱ下はプラスされてたんだなって今思いました。なのでこう唇のね、色ムラみたいなのが下唇だけね軽減されている感じがします。なので単体でつけるのであれば、私はリップバームかこのティントをおすすめします。でリップオイルはですね、やっぱツヤ感をプラスはしてくれるんですけれども、このね透明感があるので、これだけではね色まではそんなに変わらないかなという気がします。でちょっと最初にね説明するの忘れてたんですけど、今回この CC のシリーズは1本に5つの機能ということで、潤い保湿、色補正、そして色の持続、口紅下地、 UV カットということで SPF8PA+ というふうになっています。まあ、このうち私がよく感じたのはやっぱり一番のこの潤い保湿ですね。とリップクリームとリップティントに関しては色補正で、ちょっとね色の持ちは今つけたばかりなのでちょっとわからないんですけれども、まあ滑らかですし厚みが出ないので、確かに口紅下地にもいいかなと思いました。でこの UV カットに関してはすぐお直ししたり重ねたりするから、そんなに SPF 高くなくてもいいのかもしれないんですけれども、がっつり日焼けするときにはねちょっと頼りない気がするんですけども、普段使っているアイテムにこの UV カット効果がないんであれば、これね下地につけておくと少し軽減されるんじゃないかなと思いました。というわけで今回はケイトの新しいリップアイテムをご紹介しました。最後まで見てくださってありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。愛花でした。